パリー機動レーザー最強説。ビーコン直当てってしたことあります？ないかも。ああ、そうか。直当てできるの？くっつけてやればいいんですよね。500キロって。あ、おるかな。ねえ、目の前におるんだが。目の前におるんだが、やっぱ。意味がなかったのでは。なんか、そう、あの、敵にビーコン、敵にビーコン当たるときと当たんないときあって、走行で弾かれてるっぽいんですよね。一部の妖精ビーコンは敵に貼り付けられるんだって。うん、そうそう。だから500キロは多分直当てができるビーコンなんだね。基本的にどれもできるんじゃないです。できるできない あるの。できないビーコンもあると思う。なんかやろうと思って跳ね返されたのを見た覚えがあるから。いや多分どれもそうじゃないかと思うんですけどね。ゲロ砲撃だ。航空支援を頼む。ちょーちょ、いやこれ場所でも遠いな。来るの遅いな。この惑星良くない。来るの遅すぎる。なんかね今ね全体遅延のやつが2つついてる。なんか着弾まで 50% 100% の。うん、星によって影響が変わったりする。だからじゃないかな。これゴール地点近くに。危ない。まだ生きてる。これゴール地点近くにさ、あ、やば、当たんないし。痛い。どっからゲロが来たの。サンプルサンプル。ちょっと待って、話す余裕がなくない。え、キナさん取った？サンプル、サンプルは取った。でもここはサンプルを取りに来たんじゃない。脱出地点そばが赤くなってるから、これ2壊すとかないと後々大変なのでは。脱出するとき、あー本当だ、赤いのって巣があるってことでしょ。ですね。そうだね。あ、ちょっとポップ掃除しない。我々はもうあの別のとこに行ってるんで、お二人でお願いします。なるほど。回線なんか来てる。逃げますよ。うん、来てる来てる。ちょっと迂回しながら行きます。民主主義の力を思い知らせてくる。じゃあ民主主義の力とは。拾っちゃいけないのに。やっぱ数の暴力ですかね、民主主義の力といえば。我々が暴力を受けてる方ですね。それじゃあ。これ赤いけど本当に数ある。うん、大体あのー、ね、いや分かってるから気をつけてって言った。あれ、これすぐいっぱいあるもんな。これ赤いのすぐ見つかんないんだけど。あの巣は水瀬さんに任せればいいです。本拠地そば。いや違う違う、そこじゃない。本当に巣はあるのかな。吹っ飛ばされた。アイセンすぐ後ろに大物じゃないです。いやもう吹っ飛ばされたの敵に。あは、巣の方に。あは、じゃあがん。あー、松田ただいま。いやいや、連れてこないでほしい。死ぬ時は一人で死んで。視点そばへぐるっと回ったけど巣わかんなかった。巣って煙が立ってるとかないんですか。ないんですか。仕事処理したい。そうだよね。端末を使う。立ってる。ちょっと待った。ちょっとバーシャンどこ行ってんの。なるほどね、守ってくんないっすか。ちょっとあ、いたいたいた。いや間違えた。あー、しゃあないな。虫の巣だって言ったの誰のやつだろう。来るの遅。
そうそう。なんかレーザーが出てる。なんか煙っぽいの、タセナットの上から出てるような。ちょっとめり込んでる可能性がある。いや。ちょっとこれ、消えた。気づいたら消えてる。支援武器ないとやれないな、これ。赤いの全部やりました。お疲れ様です。そば。配線レールが余ってないです。多いね。大物が結構いってますよ。音階の反応か。いやちょっと無理だな。いつの間にかタイタンもいるじゃないですか。ええ。なんでしゃがんでるのにこっちの場所が。もう。すぐ分かって追いかけてくるんだよ。すぐ分かっちゃうよね。ね。検知範囲も広がってんのかしら。死んでるね。なんか右の方からすごい声が聞こえてる気が。ハンター？ハンター嫌だよね、強い。ね、強いよね。あの、連続スキルで死んじゃう。うわ、そうか。ね。なんか、ダイブでさ、いけるかなと思っても、とりあえずダイブで蹴るとしかない。くっそ！というか。どこどこ？ちょっと落ちちゃった。そう。で走りそうな気がする。ああ。一番呼んでいい？ドドーン。あ、バレテーラー。よし。やっとけた。メールガンとサンプルとシールド。オッケー。ここからから。ちょい毒虫が。腹ペコ毒虫。やばい、でかいの来た。ちょっとサブミッション諦めよう。頑張れ。クルハちゃん一人で行くのか。諦めて。いいの？いいよ。うん、一応メインミッションの方行ってるよ。そばにいたから。オッケー。うちも行くわ。多分ジンナ様やってくれるでしょ。お、なるほど。殺人。一応メンバーリストもたまには見てもらえると嬉しいんで。ジンナさん、いつもあれ V3、V3 が点滅してる。ジンナさん投げといた。モンスターボールを投げといた。やばい。シールドパックがなければ死んでいた。敵はどこにいる。ここから行ったのかな。お、あったあった。ここが場所。南。これ行くか。トンネルから無視だ。大丈夫、敵なかったはずだからね。リロードが終わってないよ。かかったよ、死ぬよ。難易度が高いせいか。リロードが。遅延武器が落ちてないのかな。左足を壊したい。左足を壊したい。なんかレールガンの弾がある限りは、なんかやっていける気がするけど、レールガンの弾がなくなるとクレハすごいあのダメだ、もう終わりだみたいな気分。
悲しみのリロード。うは。あそこでさ、気持ちよくさ、無限にさ、ゲゴを入ってる子がいるんだよね。すごいいい空気を吸ってる。あと10発しかない。弾足りないかも。呼吸出していい？呼吸ですね。あー、それか。倒しとくわ。わかった。爆撃虫くんも参戦。そう、よいしょ。でもいっぱいいるね。巡回を目の前に巡回くんがいて挟まれるのが好き。あー、補給拾えないよこれでまた来るけど、頭だ、頭だ、頭だ。オッケーオッケーオッケー。これで戦える。よいしょ。大丈夫？イーグルとか大丈夫？大丈夫だけど、敵の数が絶望的に多いので、レアサンプル。さて、まだいる。痛い。ちょっとやめてやめて。君ここにいるなんて聞いてない。何これ、何この群れ。ちょっと待って、ちょっといっぱいいるでしょ。パックパック、帰る、死んじゃう。よし、イーグルを誰かが投げてくれたような気がする。投げたけど当たるかどうかわかんない。ちょっと手前だったわ。ウィッ、オッケーオッケー、ナイスー。これで片付いたかね。ちょっと端末1になった。端末を使う。リッチアルファ。クラスちゃんどこにいるの？クレハメインミッションのところにおるよ。うちもいるよ。今端末いじってる。頑張っていじってる。ナイス V1。 確かに助けてその周りをね、くるくる回ってる。引きつけといて、助けて引きつけといて。死んじゃう。いやー、これどうするかな。 OKOKOK。 ナイス。ハンター失礼です。でもまだ終わってないのよ。それ触んなきゃ。たまにありがとう。クレハ結構頑張ってるんだけどな。結構頑張ってないクレハ。生存時間だいぶ伸びてるよ。よいしょ。いいね。でもね、弾がないの。どうすっかな、ここ気になるな。弾がなくなった。うちもちょっとルナちゃんの後ろにいるから。ここが場所。え、西。あ、了解了解了解。高橋雲じゃん。やっぱりのいるじゃん。クラスター投げるよ。航空支援を頼む。いいよ。逃げて。レーザー投げる。あ、じゃ、ちょっと待って。ナイス。何かある。危な。機動攻撃を。レーザー投げる。おりゃ。あ、失敗したー。はい。自分の爆撃に巻き込まれた説。あ、レアサンプルだ。クレハ特に何も投げてないから。クレハ投げたのレーザーだから。タルは弾がないんだけど。クレハもう回収完了。呼吸が出せない。シールドってでかいな。でかいよね。ナイトも絶対死んでるもん。シールドでかい。ナイト死んじゃう。そう、あの自然回復してくれるのが偉い。あとガスとか食らっても意外と平気だったりするとこも偉い。もう
ちょくちょく遠隔攻撃してくるな。そう、タムがないのよね。将軍が今補給パック担いでってます。発電機と、ちょっと待ってね。逃げた、逃げ切った、ナイス、ヤッホー、ありがとうありがとう、サンキュー。補給品だ。レールガンのマガジン中、美味しい。一旦休憩で。補給品だ。ひのしさんありがとう。ニャトルさんありがとう。あ、ルナちゃんがやってくれてるから今のうちにやろう。うち今逃げてるよ。あれ？うん。に備えろ。あ、なるほど、こういうことか。原理が分かった。電圧を調整して。あー、ちょっと、なんで殺した？待って、殺しちゃったかもしれない。増援を要求する。よし、その死が、死が必要だったんだよね。呼吸出しとくよ。オッケー、サンプル取っとくよ。誰かレールガンとシールドパック欲しい人いたら出すけど。欲しいけど合流できないから無理です。おい、ジンノさん V3、 そっちか。ロケット発射施設の場で渡す感じになりますかね。レバー引けだって。どこだろう、レバー。今やったよ、やったやった。ナイス、発電機修理。私はサンプル探しの旅に出てるんで、次に会うときは多分脱出場でしょう。やば、いらっしゃいませ。なのだ、お水飲むのだ。え、でもジンノさん一番近いでしょ。ここになんか二人で押すスイッチあるんで来てください。はい、来てください。そうそう、ミサイルは発射できたんで。5秒できて敵を連れてくわ。オッケー、わかりました。500キロでお迎えしますよ。ジンノさん、ちょっとこれから巣を潰しにいっぱい人から助けて。別のとこ行こうかな。4番構えて。お水飲むのだ。あ、壊せないんだよな。やっぱスーパーサンプルはなかなか見つかりませんね。そうだね。ごめん。サンプル回収よろしくニャトルさん。ジンノさん助けて。え、どこ？ああ、いるね。いやーなし。いい、痛い、頭からダイブ。ちょっとじゃあクラスター呼びますわ。めっちゃいるなこのままずっと走ってて。イーグルに備えろ。回収しておいて。鬼のフェロモンがね、遠いからね。遅いな、来るのは。出るもん。え、あー、ジンノさん。え、なんでさっきいるな、何をやった。こっちのせい。え、なんで今何爆発した？こっちに増援で呼んでいい？嘘、自爆？こっちに増援で呼んじゃうよ。あ、いや、いいですいいです。そう、意外となんか自分の方来るのよね。あ、そうか、将軍もこっち来ちゃったんだ。だってうちもそれで死んだのよ。じゃあ自由を広めるよ。え、違う、私が、あ、私こっち呼ばれたんだ。あ、なるほどね。スアナね。あれ？ちょびってやるの。イーグル呼びます。ちょっと待って、水瀬さんにこっちに来いって言われたんで。みんなそっち行っちゃった。回線頑張ってください。あと、サンプルやたら落としてるんでお願いします。2人ね、同時にね、死んでたから。ジンノさん、レールガンとかこっちに出しとくから。あー、助かる、それはとっても助かる。ありがとうございます。めっちゃ助かるいや、端から端だからちょっと無理かな。頑張れ、ルーナちゃん。今そこは多分ホットスポットの見せ場だから、ここで華麗にルナちゃんが処すことで。もう死にそう助けて。そう、束縛グレね、突っ込みづらいんじゃよね。それ以外は100点満点なんだけど。もう一回イーグル呼びますよ。よし、オッケー。あ、大丈夫大丈夫。あ、オッケー。飛ばないで大丈夫。よし、オッケー。配線に呼ぼうとしたわけじゃないんですけど。手元のグレがゼロになったけど。
これね、誰がどこにいるかっていうのがね、混乱するよね。よし、これで綺麗。これはきつい。おい。キノコのところに、キノコのところのサンプルって回収したんかな。どうでしたっけ。いや、サンプル。キノコは今回は見てない。キノコのサンプル回収して。え、キノコ。ああ、そういうことか。登れないんだが、必要。よし、じゃあちょっとちまちまと海鮮の方に行こうか。え、早く来て。水瀬さん、補給走る走る。補給は将軍に頼った方がいいです。あれ、折れた、キノコのそば。あー、変なもん見つけちゃったな。はい、雪のしんちゃん、ありがとうね。またね。ダンデライオンさん、この難易度でスーパーサンプル回収は狙うものではない気がする。そうなんですか。そうだよね。そうなん。逆に敵いっぱい呼んで死んじゃう。強い敵が。あ、ちょ。別れちゃうからね。なんかサンプル回収だけだったらさ、難易度低い。高めぐらいでさ、ちょっとサンプルめっちゃいっぱいやるのがいいよね。拾ってん？どの辺？まあそこは後でどうせミッションで行くから後回しでもいいでしょう。配線一回こっち呼ぶかな。とりあえず蘇生すればいい？あ、いいと思います。とりあえずスーパーサンプルいっぱい。いい、とってもいい、とってもいい、とってもいい。これでも拾い残してる。はい、どうも。拾った拾った、大丈夫、拾った。ナイスでござる。スーパーサンプル6個ゲットしたよ。これは美味しい。クレハ、あの打ち上げ施設じゃないや、脱出場のところに行ってグレで自爆、グレ持ってないや。あ、じゃなくて、あのレールガンで自爆してきます。いや、違う、あのドロップキーがあるから、うん、え、どうやってドロップするの。落とせばいいだけよ。どうやるかはパッド勢に聞いてください。パッドキーマー、キーマー、クレハキーマー。9だったかな。いや、9ではないな。9、オッケー。いや、9ではない気がする。何かある。私は9なんですけど、あの設定で見てください、ね、マウスキーボード、キー割り当て、うん、で、デフォルトだと B か X 長押し。なるほど。 X アクション的にはドロップとかそういう名前なの。戦闘の一番下にドロップホイールを開くっていうのがあって、戦闘タブの一番下、うんうん、そこを見ると確実。なるほどね。サンプルを置いてくぞ。それを失ったらショックじゃから。よいしょ。イーグに備えろ。ちょっと使い切っときたいんですよね。リロードのタイミングあるんで。あー、あるある。うっそ。ワイセン、変なの来ちゃった。うん、道は逃げるわ。あ、ひど。リンノさん頑張れ。頑張って。道はさっき疲れたわ。どこ狙って、行った。いやあ、一回蹴られて死にました。これ妹だな。これか。お、サンプルを落とす。サンプルコンテナ落ちた。いいね。ナイス。ともにレア3。あ、これ前出た。スーパー6、スーパー6が素晴らしい。素晴らしい。ありがとう。帰れればいいんですけどね。うわっ、いかん、まずね。でもまだ16%あるから、あと ICBM 撃って戻るぐらいだったらいけるのでは。地面に埋まったし。奈落というやつ。違う、潰されて。あれじゃ。何なんって、なんだろう。ルールで点滅して当たってみようかな。
長い。おお、怖。ああ。大事くらいです。スーパークリティット。あ、ウト倒しちゃった。すいません、500キロ読んじゃった。トータルプラスが終始だったな。イーグル500キロ爆弾。動員を要求する。回線呼びましたよ。あれ今レーダーやろうとしてる。違うか。巡回？いや、ほんとここ。レールガンないとやっていけないのでは。うん、レールガンないとやっていけないんじゃないですかね。やっぱ難易度高いですし。あ、これレーザータワー調整なんてやってる場合ではないわ。サンプル回収。諦めますわ。いや、頑張っていただきたい。あ、やるの？みんな寄ってるけど。多分やんないと思う。うわ、これ何？分配線も見つかってんね。見つかってしまったからレーザー撃ちましたわ。よろしいんじゃないですか？よし、タワー調整。後ろ。後ろは聞いてないよ。これは500キロ呼びますわ。巡回がいらっしゃいますわ。いいだっけ？何ボタンだっけ？あ、ごめん。ひどいことをした。ピンって何刺すんだっけって G を押したらグレネード投げて。ちょっと待って。ひど。もう何が何やら分かんなかったな。ね、T って何ボタンだっけ？ T？ T じゃない。あーって、やだ。設定を見るのが早い。設定を見るのが早い、確かに。やばい、やばい、死んじゃう。死んじゃう。いいのね。死んでたまるかだね。ここはもう拾った感じか。よいしょ。そう、クリハちゃん殺さったらしいよ。よいしょ。そう、殺してしまった。ピンを刺すつもりでグレネードを思いっきり投げて命が失われてしまった。さすがのクレハも罪悪感。やっと自分のサンプルを拾えるわ。っていうか誰もミッションやってなかったのね。減る。よいしょ。かなり引き連れてきてませんか。お、よし。走行さえ剥げれば。配線その状態でどうミッションをこなそうというのですか。とりあえずジーノさん呼んでいい？お願いします。増援頼む。はい。できれば早くこっち来て。逆にパイセンがその大物をちょっと別のところに捨ててきた方がいいと思うんですけど。敵はどこにいる？さて、ここに落ちてんの、これ私？ん？将軍の？いや、これはですね、クレハがあのプチ殺して、あー、そういうことね。はいはいはい。のものです。ちょっと。でもニャトルさんもう別のところに行ってるから。だからもらっていこう。うん、この補給パックからじゃん。非常に悪いことをしてしまった。あー、待った。シールド出せるな。ミッション向かいます。タックパックを要請した。なんか煙出てません？そっち方向出てるね。敵がいっぱい湧くんじゃないかな。デカブツ湧いたよ。なるほどね。高島に。なるほどね。将軍が死んでる。イーグル呼ぶと変な風に巻き込みそうで怖いんだよな。パイセン、そっち増員出します。
これどうすんの？とりあえずあそこの大変なのは置いといて、ちょっとずつやっていくか。にゃーん、やばい。リン？そんなたチャージャーが。よいしょ。こいつが出てんだが。電池がもう折れてないから。ナイス。頑張ってやるか。うん、オッケー。あいあい姿よ。え？これから。落ちギター。よいしょ。割れてなかったはずなのにギター。5問サンプル1個しかなかった。よし、向かおう。あ、嘘です。ほい、壊れないなぁ。はよはよ。まぁ、ちょっと弾薬漁ってるんで。やっぱこれ、肥料手の走、手足の走行を剥いでから打った方が早いのでは。え、タイタンですか？よいしょ。タイさんじゃなくて、チャージャー。あはは。16秒、どこに呼吸出ます？ちょっと待った、残り8分か、さすがに。そうか、OK、向かいます。にゃー、痛い。足が壊れた、ナノマシンで直さなきゃ。もうすべてがないが。ひどいな。心当たりがあるということじゃね。ご縁頼んだ。あ、頼まれてた。ブラスター行きま。配線死んでも、あ、死んだからもういっか。おっす。今は違うよ。ん？あ、死んだの将軍じゃん。私じゃないよ。イーグル。よいしょ。ブラスターって結構いけてる感じ？あんまり。っていうか全然。あんまりか。ちょっとタイミングが、いつもとずれてて。ドエン呼んだ。なるほどね。やった。いつもより来るのがだいぶ遅いもんね。ん？あ、でもいない？ああ、なるほどね。こっちが取りに行って。攻撃してる子がいるな。誰か弾使われる？代わりに行ってる。もうちょっと遠くに行ってくれと嬉しいな。ちょっとグレー。敵の死骸邪魔なんよな。わかる。え、ちょっと待って、端末はやたら固まってない？よいしょ、失敗した。よいしょ。グレネードで壊したいんだけど。クラスター、イーグルに備えろ。やだーん、これ死ぬ気がする。クラスター倒し、倒しましたよ。そして巡回おるよ。巡回見つかったかも。かまないけど、呼吸ってどこに取るのか。あ、巡回見つかったね。いや、と来るね。2発しかない。チャージャーさ、チャージしないでも触ったらダメージ受けんですね。撃ってる。古くない？チャージャー強い。あっちあっち。よいしょ。日野さん、こっち来て。イーグルがあと5。
遅い来るのがイーグル。全然意味なかった。あー、じゃああの痛い前足剥ぎが楽しい。うん、チャージャーの前足入れ、そこにこう、あとはショットガン叩き込むのがいい感じよね。顔に打っても全然降りないんだもん。あと4分よ。無理だな、これは。あ、パイセン死んでた。だって。だってチャージャーが来るんじゃもん。パイセンお願いします。よっしゃ、どうぞ。うっそ、あ、ハンターのコンボ食らったし、ね、ゾーンに呼んで自分が死んだんじゃあんまり意味がない気がするな。やばいとこ折れちゃった。敵が無限に来るよ。これちょっと無理っぽいから。あ、ICBM 発射位置発射した。これどうするかな。発射位置に上昇中だって。上昇中、その後最後にコマンド打ち込んで終わり。封印するか。そうね、その後コマンドがあったはず。弾がね、弾がなくて。将軍が補給パック担いでるからそばに行けば補給してくれるんじゃないですか。プレハートサブガンしかない。あとちょっと。ちょうだい。将軍ちょうだい。将軍シールド、シールド担いでる。あっ、ここに落ちてるレールガン弾入ってたりしないかな。弾一発だけ。いいぞ。弾ゼロ。任せろ。増援を呼ぶことだけは早く。ちょっと呼んだはずなんだよな。ちょっと待って。場所が悪すぎる。あった。ゲット。敵の地雷邪魔。本当敵の地雷邪魔。いや、もう正直端末やる意味は少ないのではないでしょうか。時間ないから。もうこれゴールに時間切れゴール入りで。うん。あ、よく行きましたね。あ、ナイス。帰ろう帰ろう。あー、サンプル捨ててきたな、これ。めっちゃいるし、遠いね。なるべく避けながら行くしか。疲れたかも。うじゃうじゃこうやってスモーク焚いたら敵の追跡回避できるとかあったりするのかな。ないかな、さすがに。いやでも取りに行く。ありそうじゃないです。残機1だよ、残機1。ルヌちゃん残機1。もう無理やり取りに行くのはもう。あれ、このサンプル違うな。こっちのじゃないな。ナイスサンプル。いや、言ってもあのポットが来ますよ。急げ。スーパーサンプル出し店のそばにあるから、それだけはどなたか拾って持ち帰っていただければ。すごい、こっちすごい安全だ。誰もいない。うちの方に行ってるもん。
ダルマちゃんには礎となってもらって、やっと到着まで4分。ここから4分か。うまい感じで逃げて。じゃあ一発でタクボス。うまく。ギリギリぐらいに到着するように、あのトルギリギリぐらいに到着してください。いや無理。それまでこううまいこと地形を使って回りながら。無理かな。大丈夫。空間を広く使って。あ、東から群れが。シャトル来るのずいぶん遅いね。これシャトルってさ、あの一番遠くにいる人に合わせて来るとか。難易度じゃないですよ。デストロイヤーが軌道を離れた。あ、難易度だと思うよ。難易度なのか。飛びなくなっちゃったね。もうはい、あの味方は退避しているんで。離れたところでプレハも触れてよ。将軍、ああ大物と戦う。なんか伏せができなくなっちゃったんだよね。釈迦もはできるけど。東気をつけてください。東了解。来るなあこれ。あと2分。ツルトとか。これは隠れてます。さすがにこの草の中で隠れてれば見つからないのでは？まあ、よっぽど近づかれなければ。北からも来てますよ。北からも結構向かってますよ。そっち ADPX さん、ここ入れないの。目の前をパトロールが歩いてます。銀の3方面行ってます。了解。1分半。まあいけるか。いや、この隠れるのは結構ありなのでは。ドンパチやらずとも他の中はまあ分かんないですけど、伏せておくのはとってもいいと思いました。うんうん、私もここで伏せてよ。残り30秒ぐらいになったらでいいかな。いや、ゼロになってからでいいと思う。ゼロになっても、そっか、どうせシャトルが、うん、で出かけるまで時間あるもんね。うんうん。最後にサンプル取ってダイブして駆け込む。素晴らしい。静かな出発だな。今までドッカンドッカン大騒ぎだったのが。そうなんです。足雲が歩いてる。最後にヘリポートにいるとみんな、これがあるべき姿なのでは。なのでは、そう、こうあるべき。たまたまうまくいってるのかもしれないけれど。これ大丈夫かな。行くか。サンプルコンテナ回収。大物がなんかいたような気がしたけど。大丈夫、大丈夫ね。大丈夫、ペリカンならペリカンなら耐えてくれる。オッケー。なんとか。静かな出発でしたね。潜入ミッションだからこれぐらいの方がいいんですよ。サンデライオンさん、ナイス、ありがとう。ありがとうございます。あんまりナイス感はなかったよく最後のミッションできましたね。大丈夫。よくできたね。頑張った。40分、時間ギリギリよ。
残り時間ゼロ。ルナちゃんが敵を引きつけれてくれたから、こっちでした。あのポップしなかったのかもしれない。いや、おとり役結構大事かもしれないなって思いました。かもしれないけど、やりたいかって言ったらやりたくないよね。そうですね。そういう状況になっちゃったら致し方なしでやるやるかみたいな。ああ、やりたくなくてもそうなってしまう可能性、可能性が、うん。辛い戦いだった。辛い戦いだったね。レーザー全部使用回数分打ち切ったよ。おかえり。ありがとうございます。ミッション完了。今回はどうという大した活躍はなかった。ただいまです。よいしょ。ようこそヘルダイバー。準備 OK、 了解です。さようさん、ニールさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。で、1万円この調子でお金が貯まったらすごい勢いで戦略シーンが変えてしまうな。でも使わないものも多いですよね。まあまあね、ぶっちゃけね、うん、使ってみてがっかりしたのが結構あるからね。そうだね。無駄なものを買っちゃうと。EMS 迫撃興奮、君はもうちょっとできると思ってたよ。出発する時のアイコンがダラダラ並びすぎてて嫌だなって思っちゃう。あー、なるほどね。一応再制限だったらこう選ぶのが簡単だからね。そうそうそう。やあ、ヘルダイバー。ああ、辛い戦いだった。よろしくお願いします。いや、戦いだった。あ、ちょっと待って、ロボットに行くか。時間的にこれがラストですか？そうだね。そうね、これラストだね。15分のやつないかな。そう、今日ね、そんなに長くできないからね。実感的に。あ、ここかな ?15 分。あ、長い。40分2つある。EMS 迫撃砲と迫撃砲は中程度の難易度の殲滅ミッションだけど、便利だけど、ヘルダイブまで行くと、あれみたい。防衛行く。いいよ。頑張ろう。いいよ。でもほら15分だよ、15分。いいよ。いや、もうただ走って逃げてるだけっていう、そんな気がするんですよね、これ。ヘルダイバーいけるのかな。スモーク打ちまくるわ。スモーク打つわ。行くかどうかわからない、スモーク打つわ。なるほど。そして味方の視界を遮って、阿部長官を。防衛の、防衛でさ、やったことないのね、ヘルダイバー。たことないね。だってハードでもヘルダイブやばいからね。ヘルダイブじゃないや、防衛やばいからね。重要人物ちょっと一旦離れてがありそうな。回収って家から市民出すやつ。そうだよ。はいはい。どうしようかな。イールドパック。EMP はあった方がいい気がする。もう離れちゃった。あー、どうしようかな。あー、なんだっけなんだっけ。レーザーはあった方がいい気が。そうだね。これで市民を守れかな。ロボでしょ。ロボか。ストライク頑張るわ。
頑張れ頑張れ。ロボか。いやストライクかな。ブナちゃんバリアなくていい。バリアバリア持ってくか。バリアでもシールドパック持ってくと。え、エスケープで戻れるの？あ、本当だ。もう一回同じやつ選べば。あ、なるほど。え、何？これでいいや。目の前に落ちちゃう。オッケー。うん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 。はい、いっか。ヘルポット発射手順開始。え、でもそうなんだろうね。最後にきついってことでしょ？ハードよりきついってことじゃろうね。ハードでも結構さ、ヘルダイブだし。クリアできないから。敵を倒すだけでも大変なのに、守るなんてできるわけないでしょう。